毎日暑いぜ、いよいよ夏本番だな。暑いのは苦手だな。冬の方が好きだよ。白石霊は基本的に冬の鳥だもんね。確かにな、水分不足や熱中症に気をつけてなんとか乗り切りたいところだ。本当ね、ところで当たり障りのない世間話だけど今回紹介する出来事と関係あるの？ないな。おいおい。たまには中身のない雑談もいいもんだぜ。それじゃあ本題に入ることとしよう。というわけで今回紹介するのは、ゴル航空1907便空中衝突事故だぜ。ゴル航空。ゴル航空はブラジルの格安航空会社よ。2000年に設立されたゴル航空は、ブラジルで第3の規模を誇る航空会社。同社は120機以上の機体を持っているんだけど、すべてボーイング737型機なのよ。同じ機体で統一しているんだね。これもコスト削減の一環かな。だろうな、おそらく整備に関しても様々な面で共通化できるんだろう。にしても、この会社が空中衝突を起こしたなんて驚きね。今回事故を起こしたのは、そんなゴル航空1907便。そしてその相手というのがエンブライル社が製造するビジネスジェット機だった。それでは前置きはほどほどに、経過の確認から始めていくぜ。お願いします。事故が起こったのは、2006年9月29日のこと。ゴル航空1907便はブラジル北部の都市、マナウスを離陸。ブラジリアを経由して、リオデジャネイロに向かうフライトだった。使用機材はボーイング737-800、事故の1ヶ月前に引き渡されたばかりの機体だった。ほぼ新品みたいなものね。操縦を担当したのは当時44歳の機長、彼には15,400時間の総飛行経験があった。一方の副操縦士は当時29歳、4000時間程度の総飛行経験があった。どちらのパイロットも経歴に問題はなく、健康状態も良好だった。そんな1907便には乗員乗客を合わせ、154名が搭乗していた。現地時間14時36分にマナウスを離陸した同機は、高度3万7000フィートまで上昇。ブラジリアに向けていたって順調に飛行していた。この時点では何の心配もなさそうだ。一方のエンブライル、レガシー600は、14時52分にサンパウロを離陸。1907便の出発地と同じマナウスに向け、こちらも順調に飛行していた。エンブライルといえばブラジルの航空機メーカーね。小型機を中心に製造する同社は、いわゆるビジネスジェットも製造していたわ。そうだ、今回は新造機をアメリカのエクセルエアに届けるためのフライトだった。エクセルエアは、主にチャーター便を専門に運航する航空会社だった。同社に所属する当時42歳の機長と、同じく34歳の副操縦士がフライトを担当した。機長は9000時間以上の、副操縦士は6400時間以上の総飛行経験があった。どちらも豊富な飛行経験を有するパイロットだね。そんなエンブライル機も、高度3万7000フィートを目的地に向け飛行していた。どちらも高度3万7000フィート、すでに嫌な予感がするわね。互いに離れた航空機が同じ高度を飛行すること自体はよくある話だけど。飛行計画ではブラジリア VORDME 上空を到達後、左旋回して UZ6 航空路に侵入して高度3万6000フィートまで降下する予定だった。現地時間15時55分にブラジリア上空を通過し、進路を北西に向けて飛行した。この時、彼らは次の離着陸や搭載燃料に関する計算を行っていた。というのも、マナウスの空港では滑走路に一部の制約があったそうだ。そのため、彼らはいつも以上に様々な計算を実施しておく必要があった。彼らはノートパソコンを使ってしばらくの間、計算に集中していた。彼らが端末を閉じたのは、ブラジリア上空を通過した約20分後の16時14分。その間、管制官との交信は行われていなかった。その時間は40分程度に達した。結構な時間、やりとりが行われなかったんだね。次に交信が試みられたのは、16時23分のことだった。管制官は無線周波数の変更を指示、しかしエンブライル機からの返答はなかった。あら、どうしたのかしら。管制官は何度も交信を試みたものの、どれもうまくいかなかった。さらにレーダー上の機影も表示が不安定になるなど、明らかな異常が起こっていた。何が起こったんだろう。通信機器の故障かな。一方の乗員たちは、通信がそのような状態に陥っていることを知らなかった。16時39分、機長はしばらく席を離れると言って操縦室を外にした。残された副操縦士は連絡がないことを不思議に思ったのか、何度か交信を試みた。この時点で、最後の連絡から57分が経過していた。そんなに長い時間が経っていたのね。しかし交信の試みはうまくいかず、お互いに連絡を取り合うことができなかった。一度は連絡に成功したものの通信の音質が悪く、極めて聞き取りづらかった。管制官は周波数の変更を指示したものの、その周波数がうまく伝わらなかった。副
操縦士は管制官に周波数を尋ね返したものの、再び交信が途切れてしまった。16時55分、機長がようやく席に戻ってきた。副操縦士と操縦を交代、さらに機長は現在の状況に関する説明を受けた。この後も副操縦士は2回にわたって交信を試みたが、やはりダメだった。そして16時56分、ついにその時は訪れた。ブラジリアとマナウスのちょうど中間地点にあたる、マツパと呼ばれる町の上空。高度3万7000フィートで、ゴル航空1907便とエンブラエル機が空中衝突。エンブラエル機の左翼が、1907便の左翼を切り裂くような形で接触した。主翼が切り裂かれたって、これじゃまともに飛ぶのも難しいわね。1907便のコックピットでは和やかな雰囲気で雑談をしていたが、雰囲気は一変。1907便は左翼を失った結果、スピンしながら急降下を開始。機体の制御を失い、完全な操縦不能に陥った。ああ。そのまま体勢を立て直すことができず、密林地帯に墜落してしまった。エンブラエル機の方はどうなったのかしら？エンブラエル機も左翼に大きな損傷を負ってしまった。だがこの損傷は操縦不能に至るほどではなく、かろうじて制御が可能だった。そうなんだ。エンブラエル機にとっては幸運だったね。しかし操縦感が重く、操作には非常に強い力が必要だった。エンブラエル機の経験が少なかった機長は、経験のより多い副操縦士と操縦を交代。副操縦士が操縦を担当し、機長が管制との通信を担当することになった。機長は緊急事態を宣言したものの、先ほどと同様やはり交信ができなかった。そして衝突から約3分後、エンブラエル機の乗員たちはあることに気づいた。なんと衝突回避システムの一つ、T-CAS が作動していないことに気づいたのだ。おかしいと思っていたけど、T-CAS が作動していなかったなんて驚いたわね。コックピットが混乱に襲われる中、乗員はスコークコードを7700に設定した。これは管制官に緊急事態を知らせるためのコードだね。そうだ、コードの設定により管制レーダー上に緊急事態として表示された。管制との通信は相変わらず途絶えていたが、かろうじて付近を飛行する別の貨物機と連絡を取ることに成功した。これ以降の交信は同機を中継して行われることになった。そしてエンブラエル機は衝突地点から約160キロ離れた、カチンボにあるブラジルの空軍基地に緊急着陸を試みることになった。そして事故から約30分が経過した17時23分、エンブラエル機は着陸に成功。搭乗していた7名の全員が無事生還を遂げた。それは良かったけどゴル航空の方は。すぐにブラジル空軍及びチリに精通した地元民族の助けも借りて捜索が開始。事故の翌日には残骸が見つかったものの損傷はひどく、生存者はいなかった。ああ、ダメだったのね。今まで紹介した衝突事故の中で、一方が無事生還を果たしたケースは初めてだね。だがエンブラエル機の乗員に対する刑事責任が認められ、懲役4年4月が下された。さらに衝突の危険に気づかなかった管制官に対して、厳しい懲役判決が下った。航空事故における刑事責任の追及は賛否を呼ぶところではあるわよね。責任の追及が原因究明と再発防止に影響を与えるとの意見も多いね。とはいえ、感情的には処罰を与えるべきという考え方も理解できるわね。確かにこれは非常に難しい問題だな。それにしても、なぜ2機が空中衝突してしまったんだろう。広い空での空中衝突、可能性としては極めて低いはずだと思うんだけど。ゴル航空1907便とエンブラエル機の進路は互いに向かい合っていた。予定ではエンブラエル機が高度3万6000フィートまで降下し、すれ違うはずだった。そんな陽気だったが、ある理由により上空で空中衝突してしまった。その理由は動画後半でお話しするぜ。お願いします。経過の説明を聞くに、エンブラエル機が高度を間違っていたのかな？そうだ、結論から言うとエンブラエル機に衝突の主な原因があった。ゴル航空1907便は管制官の指示に従っており、不手際はなかった。そういえばエンブラエル機は管制との交信がうまくいっていなかったけど、それが原因？根本的な原因ではなかったものの、一因にはなった。そもそもなぜ通信がうまくいかなかったのかしら？どうやら管制官が伝えた無線周波数に間違いがあったそうだ。ブラジリア上空付近は、いくつかのセクターに区切られていた。エンブラエル機は、第5セクターから第7セクターに侵入。その際、無線周波数も第7セクターのものに変更する必要があった。もしかして、別のセクターの周波数を伝えてしまった？そうだ、この時管制官から告げられたのは第9セクターの周波数だった。当初は交信できたが、飛行するにつれて無線が届く範囲から逸脱。地上との交信もしばらく行われていなかったため、気づいた時にはやり取りができなくなってしまっていた。
よって管制官からの更新がエンブラエル機に届くことはなかった。ふむ、この事故では管制ミスの可能性も疑われるね。本来、ブラジリアを通過したら高度3万6000フィートに降下しなければならなかった。ところがエンブラエル機は、高度3万7000フィートを保つよう指示を受けていた。でも飛行計画と異なる指示だったのよね。なぜそれを指摘しなかったの？上空では管制官の指示を無視して上昇降下することは原則許されない。そのため、指示に従ったエンブラエル機においてこの点で過失はなかった。ふーむ、つまり計画に沿って降下を指示しなかったのがまずかったわね。だが確かに、管制に対して飛行計画と異なる旨を指摘すべきだったかもしれないな。つまり管制官から降下指示がなかったため、エンブラエル機は高度3万7000フィートを維持したのよね。次の問題は、なぜエンブラエル機に降下の指示を与えなかったのかという点だね。管制レーダーにはエンブラエル機が映し出されていたが、このような表示があった。これは左の数字が現在の高度、右の数字がこれから予定する高度を意味している。つまりこれは現在の高度が3万7000フィート、今後3万6000フィートへの降下を予定しているという意味ね。しかし画面を見た管制官は、すでに高度3万6000フィートに降下していると思い込んだ。毎日画面とにらめっこしている管制官がそんなミスを犯すものかしら。当時、ブラジルでは軍による航空管制が行われていた。ちょうどエンブラエル機がブラジリア上空を通過した頃、担当者が交代した。その引き継ぎの際、前任者はエンブラエル機が高度3万6000フィートを飛行中と告げた。つまり間違った情報を引き継いでしまったということか。この引き継ぎを受けた後任の管制官は、計画に基づく降下指示を与えなかった。さっきの情報を聞いていたのなら、指示を出せないのも無理ないわね。なぜ前任の管制官は間違った情報を告げてしまったのかな。それには軍における人手不足や教育不足が影響したと考えられている。さらに前任者が間違えて伝えていたのは、間違った高度だけではなかった。どういうこと？トランスポンダからの反応が失われていることを伝えていなかった。トランスポンダ？トランスポンダとは航空機から発せられる信号だ。端末で航空機を識別するための4桁の数字を設定し、それを管制レーダーで受信。便名や高度といった情報を、画面上に表示することができるようになる。トランスポンダの反応の喪失は、地上での監視ができなくなることを意味する。つまり無線でのやり取りだけではなく、トランスポンダの信号も途絶えたのね。そう、トランスポンダの反応が失われたのはブラジリア上空を通過した7分後だった。ちょうど乗員たちがノートパソコンを使って計算に集中していた頃だね。集中していた乗員たちは、トランスポンダが切れていたことに気づいていなかったのね。ちなみにトランスポンダによる情報が途絶えると、一時レーダーが捕捉した情報が画面上に表示される仕様だった。ところがこれはトランスポンダからの情報と比べて、精度の低いものだった。そのため、エンブラエル機の正確な高度を地上の管制官が知る由はなかった。なるほど、でもそんな重要なトランスポンダからの信号が途絶えた原因って？それは明らかにはならなかった。え、それが一番重要なのに。いくつかの可能性は推測されている。例えば、フットレストに乗せた足がトランスポンダのスイッチに当たった可能性。それ以外に、ノートパソコンの筐体がトランスポンダのスイッチに当たった可能性。いずれにしても、何らかの拍子でスイッチを切ったのは確かなようだね。そしてトランスポンダの喪失は、いわゆる最後の砦の作動を妨げてしまった。最後の砦？Tキャスのことね。そうだ、これは空中衝突を防止するための装置でそこに管制官は介在しない。上空を飛行する航空機同士がトランスポンダの信号を利用して、危険を察知するんだ。つまりトランスポンダの信号が途絶えたため、Tキャスも作動しなかったのね。そう、Tキャスの作動は容器のトランスポンダが適切に作動していることが条件だ。つまりゴル航空のトランスポンダが作動しているだけでは、Tキャスは作動しない。トランスポンダって、上空ではとても重要な装置なのね。トランスポンダが切れた時に、警報は鳴らないの。今回、乗員たちが気づいていなかったことからわかるように警報は鳴らない。それはTキャスでも同じだ。というのも、トランスポンダとTキャスはスタンバイモードになっていたからだ。これらは常に作動しておらず、地上での準備中など限られた場合は待機モードになる。そういった状況でモードを切り替えたとしても、警報は鳴らないんだ。上空でモードが変わった時は、警報が鳴るようにしても良さそうだけどね。しかも切り替わった表示は、画面に小さく表示されるだけでわかりにくかった。乗員たちは、まさかモードが切り替わっているとは思わなかっただろうね。だな、意図的にトランスポンダを切ることは考えづらいから不意だったのだろう。しかし彼らは、地上で本来済ませておくべき計算を飛行中に長時間にわたって実施。
そのため計器の監視や操縦に対する注意力が逸れていた点も指摘されている。以上のことから、本事故は管制とエンブライル機に問題があったと結論付けられている。ゴル航空1907便にとって、これは本当にやりきれないわね。確かにな、ゴル航空にとっては完全に被害者だ。さらにこの事故はブラジルの航空事情にも大きな影響を与えた。どういう意味？事故後、管制官たちは設備の改善や労働環境の改善などを訴えストライキを実施。その結果、航空管制の不全に伴う大幅な遅延や欠航が発生し航空網は麻痺した。不安定な状況は2007年まで続き、事態は国防省の解任にまで至ったそうだ。ブラジルでは航空管制システムの近代化が他国と比べて遅れていたのね。この事故には本当に多くの要因が関係していたんだね。というわけで、これがゴル航空1907便空中衝突事故の概要だ。ちょっとした違いに気づけないと、こんなことが起こってしまうのは怖いわね。本当だね。こんなのどうやって防げばいいんだろう。どうしても結果論になってしまうが、操縦により集中すべきだっただろうな。さらに今回の事故は管制システムの改善が遅れたことも大きな要因となった。そういった意味でシステムによるセーフシステムを構築できれば事故を防げるだろう。過信はダメだけど、人の力だけではなくシステムをうまく活用することも大切ね。それじゃあ、航空小話のコーナー。今回はボーイング 777X シリーズに初搭載されたある仕組みを紹介するわ。 777X シリーズなんて聞いたことがないな。これはその名の通り、ボーイング777をベースに設計された新しい旅客機よ。現在は開発中で運航はされていないものの、試験飛行が実施されているわ。いつからの運航開始が予定されているんだ？当初は2020年以降からとされていたみたいだけど、現在は早くても2025年以降が予定されているわ。少なくともあと3年後か。不安定な情勢を考えるとさらなる遅延もありえるね。航空業界は年単位の遅延は珍しくないからな。この飛行機は従来型のボーイング777と何が違うんだ？ものすごく端的に言うと、機体の素材を変更すること。搭載するエンジンを変更することで、さらなる低燃費を実現したのが特徴よ。見た目自体は大きく変わらないんだね。そうね、コックピットの景気なんかも先進的なものに変更されるみたいよ。で、そんな新型機に搭載された新たな仕組みってのは何なんだ？それは折りたたみ可能な主翼よ。主翼を折りたたむ？というのもこの飛行機、主翼が従来より8メートルほど長くなったのよ。そうすると空港での取り回しに影響が大きいため、地上では折りたたんで全幅を小さくするという斬新なアイデアが採用されたわ。確かにこれは斬新だな。ウィングレットを搭載した飛行機は珍しくないが格納ができるのは驚きだ。この仕組みをめぐっては、展開を忘れたまま離陸してしまうなど安全上の懸念があったわ。確かにこれは命令案件になりそうな予感。結局認可が下り、試験飛行までこぎつけたのは先ほどお話しした通りね。日本の会社では全日空が発注しているそうよ。いつか日本の空でも折りたたみ式の主翼が見られるようになるかもしれないわね。だな、新しいものというのはいつでも心惹かれるものなんだぜ。それじゃあ今回の動画はここまで。ご視聴ありがとうございました。どこまでも青い空飛んでゆく飛行機雲。